皆さんこんにちは、なぎさチャンネルの時間です。はい、ということで今朝起きてから数分しか経ってないので声も出ないしあくびも出るんですけれども、はい、今日はオフなんですけど、あいにくの雨ということで、あんまり出かける予定もないので、お家でゆっくり過ごしていく Vlog でも撮っていきたいと思います。まだ朝ごはん食べてないので、これから朝ごはんでも作って食べていきたいと思います。それではどうぞ。はい、ということで朝ごはんを作っていきたいと思います。この T シャツ可愛くない？原宿表参道なんか間ぐらいにあるバゲージさんっていうお店で購入いたしました。もう買えないんですけど、可愛い。はい、そういう余談は置いといて、今日は最近作ってるのがホットサンドなんですけれども、オフの日は時間があるのでホットサンドを作ることが多いです。こちらのホットサンドメーカーを使って作ります。めっちゃ簡単。あれ、とりあえず予熱していきます。じゃあ本日の食品紹介、まずこちら大好きな富士山の豆乳オリーブパンです。ありがとうございます。山梨開催で試合があったんですけれども、そちらの試合に行った際にいただきました。やった。しかも一斤だなんて、一斤贅沢だ。これ本当に大好き。あ、今日のホットサンドの中身はベーコンとさっき目玉焼きを焼いてきました。ちなみにベーコンはなんか普段ベーコン使うことないので、だからスーパーに行って、あ、どのベーコンにしようかなと思った結果、ちょっとなんか糖質オフみたいなのがあったんで、そちらを買いました。でまずパンにこのマヨネーズとマスタード混ぜてきたので、これをねりねりします。まあね、からしマヨネーズがいいんやけど、ちょっとからしが家になかったので、慣れた。これをチーズとベーコン2枚で十分やな。ちょっとケチャップと ハートにしとこう。ハートケチャップと塩コショウ、でもう一回挟む。それでこれでちょっとこれ奥にしとかなくて前にずれ込んでくるから、いいんじゃないでしょうか。しばらく、よし、これでこのランプが消えるまで待っていきます。じゃあできたので揚げていきたいと思います。オープン。見て、耳の部分やったからめっちゃカリカリや。あたたたたた、よし、完成しました。こちらお気に入りのマグカップです。部長コーヒー、ちょっと混ざりきらんかった。これは大麦ラテです。じゃあ朝ごはんできたのでいただきます。いただきます。
美味しい大麦ラテ。ちなみにお父さんが好きならしいんですけど、まあ、ちょっと持ってくるわ。ちょっと待ってて。ただいま。お母さんが毎日に送ってくれた朝の大麦ラテ、これ。あ、お値段は428円です。これがね、美味しいの。お父さんも好きだし、家に帰ってさ、大麦ラテ飲みたいって言ったら、もうそんなんないわよ、お父さんが飲んでって言われた。これ美味しいので、牛乳に混ぜて、見つけた方飲んでみてください。それでは今日のお楽しみのホットサンド、カリカリです。なんか多分切ったりするんだろうけど、めんどくさいので切りません。そのままかじりつけます。めっちゃ今まででめっちゃ美味しそうにできたかもしれない。おいしすぎる。あのね、マスタードマヨネーズが効いております。うんふん。でパンもいつもやったら、あの一斤68円とかさ、スーパーでいっちゃ安いやつ買うんやけど、今日はもういい食パンすぎるのね。グーです。最高です。最高のオフを迎えております。雨やけど、こういうとこで楽しみを見つけて、今日の一日楽しんでいきたいと思います。じゃあ、あのもぐもぐしながら喋るの大変なので、今から、まあ、YouTube 見ながら、今日月曜日見たいドラマがあります。美咲に教えてもらったね、日曜日の夜くらい、くらいはぐらいはっていう清野菜名ちゃんが出てるドラマなんですけど、私基本はあんまドラマ見ないんですけど、まあ、TVer で見れるっていうことを知ってから、まあちょっと遅れて見始めているんですけど、その日曜日の夜くらいは面白くて、で今からティーバーで見ながらこの美味しいご飯たちを食べていきたいと思います。じゃあ次何の画角かわからないけど、バイバーイ。はい、ということで見終わりました。面白い。でももうそろそろ終わっちゃうのかな、あと何回かだと思うんですけど、ほんとちょっとあの画面でずっとおるのはあれなので、眉毛と髪の毛だけ少々整いました。あのスパイクをね、洗って新聞紙を詰めてたんですけど、あ、また開いてる。広告が出てきたので広告でも見たいと思います。高校生の時にさ、寮でこの広告によっては後ろが白いやつあるじゃないですか。なんかその白い広告はメモ用紙だったんですよ。なんか意外と使うことが多いんですけど、そのメモ用紙を、例えばこうテレビを何時から見ますみたいな予約の紙だったり、炊飯器をみんなで共有してご飯を炊くんですけど、だから渚いちご、いちごだったら1、なんかな、眉0.5 とか書いて、そのまあマックス入るとこまで炊くときは炊くけど、まあ炊飯器も何個かあったからみんな分け分けで炊くんですけど、そういうメモ用紙だったりよく使ってました。だからいつも私は広告を見る習慣があったので、白いやつを見つけたらちぎって棚にしてました。棚にしてましたじゃないな、棚にしまってました。てかさ、お米をさ、みんなで共有して炊飯器で炊くってやばくない？で、なんか朝、まあ、一番に食堂を降りて、まあ、一番に取る人がこう、なんていうんですかね、まあ6号とかやったらさ、こう割ればいいんですけど、4とかね、
0.5 の人だったらさ、その1合の半分とかをその人の目分量で割るわけよ。だから朝一番に降りて分けた人は、まあ割とまあ普通に自分の炊いた分ぐらいはこう入れれるんですけど、ほんまに起きるの遅くて最後に来た人はほんま 0.5 合もないんじゃないかっていうぐらいの少なさだったりするみたいで、すごいですよね、目分量で分けると。私はもう一人で炊いて冷凍してそれを持って行ってました。朝めんどくさいしね、降りて終わるのも嫌いだしっていう高校生活でした。お米事情ね、毎日お昼は、まあ、一応食堂もあるんですけど、ほんまに日の本の食堂ってなんか担々麺となんかちょっと売店っぽい焼きそば、おにぎり、パンとかしかなくて、あんまり食堂が盛んではなかったので、毎日お弁当作っていってたんですけど、懐かしい。毎朝毎朝、あ、何しよう、暇。ちなみにまだ10時半ぐらい、何しよっかなって感じです。今ね、ここにいっぱい本が積み上がってるんですよ。私にしては珍しく。見ますか？一個はね、ホットサンドについてきた時のこの本なんですけど、ファンの方にも本をいただいてみて。全然読めてない本がこんなにある。ここの2つは、この好きしかいらん、いらないか、いらないは、まあ見たくてっていうやつで、その隣にあったコムドットヤマトの世紀、今更って感じやけど、なんか隣になってみようかなって。あとここがもらっいただいた本なんですけど、こちらですね。まだまだ全然手をつけれてないので、こちらを少しずつ読んでいきたいなと思っているんですけれども、なかなか手をつけれずって感じです。ここに積み上がってインテリア化してます。じゃあなんかしていきまーすということで、お昼ご飯を作っていきたいと思います。こうやってやるの癖ないよね。今日のお昼ご飯はカレーにしたいと思います。今日はこれ、カルディ購入品紹介で紹介したこれ、ロイタイマサマンカレースープ、これを使ってみる。で、野菜と鶏肉って書いてないけど、鶏肉あると思ったらなくて、いや、ミンチでいいかなって思ってやっていきます。こんな感じです。ちょっともう一個弱めでいいかな。じゃあ、よいしょ、蓋を閉めて煮込む。これお気に入りのお鍋です。どうちゃん、可愛くない？緑。ということで、カレーができました。じゃーん、ちょっと傾けないけど、めっちゃいい匂い。いただきます。辛くないかだけ心配。匂いは甘そう。うん、うん、辛くない、全然甘い。どちらかというと、これはカルディで買って正解のアイテムでした。皆さんも買ってみてください。詳細は多分1個前のカルディ購入品紹介に、詳細ってほどでもないけど載ってるので、参考に。ではでは、食べていきたいと思います。はい、ということで声どうしたの？ということで、ちょっと部屋の片付け等々をしていたんですけれども、
先月のねウルトラスで応援していただいた方へのスパイク送る準備を今からしたいと思います。いつも一足は買っていただいた方の手元にね、このもともと入っていたスパイクの箱にメッセージをね書いて送るんですけど、今日もやっていきたいと思います。月一の作業です。これはYouTube の店じゃないんですけど、名前とサインと応援してくれた月を書いて、この中にこう一緒に入れて、これで送ってます。いつも本当に皆さん毎月毎月応援してくださってる方ありがとうございます。お渡しします。ちょっとお買い物で出てきたんですけど、今日は久々にこれから館内役に行きたいと思います。館内回せなくてもらって、しっかり見晴らししてきます。できます。はい、ということで安定に別日のエンディングでございます。いつになったら一日で完結した動画を撮れるのでしょうか。課題です。忘れるんですよね、帰ってきたら。今年中には頑張ってエンディングまで撮れるように頑張りたいと思います。頑張ってが重複してる。でも見て、奇跡的に同じ服頑張れんかなと思ったんですけど、まあ一応報告ということで、何したっけ。あの日は出かける予定なかったけん、とりあえず家で、まあ朝優雅にホットサンドを食べて広告とか見て、ほんまここだけの話なんやけどさ、一日家におるけん暇やん。なんかまあ見たいさ映画とかいろいろ、まあ本とかだったりあるけどさ、さすがにそれでは一日は終わらんやん。やからほんまはねベーグルを作ったんですよ。で動画もちゃんと回してたんですけど、まあちょっと粉の配分が失敗してしまって、粉の配分を失敗してしまって、ちょっとお見せできるようなものに仕上がらなかった。ちょっと見た目的にもあまりよろしくない見た目になってしまって、まあ作ってまだもったいないし、しっかり私のお腹の中に入ってはいったんですけれども、ちょっとお見せできるようなものではなかったので、もう丸々カットどころか美咲に動画を送ることもしないっていう選択肢になりました。すみません。今度はちゃんと、まあ、学習したので成功すると思うので、その、まあ、一回練習してかわからないですけど、まあ、次はちゃんとできると思うので、やろうって気になった時にしっかり動画回してベーグル作りをしたいと思います。ほんまにね、写真も撮り忘れた。お父さんちゃう、お母さんとね、お姉ちゃんにはね、ちょ待ってこれだけできたんやけどっていうのをビデオ電話で見せたんですけど、あれはちょっとダメでした。反省ということで、まあちょっとベーグル作り
失敗ということで尺が足りないって思ったんですけど、思った割にその後動画あんまり回してなくて、でちょっと雨もマシになったんでお出かけをしたんですけど、ちょっと横浜プラッとして、まあちょっと疲れていたので久々に岩盤浴に行きました。一応ね、出先でね動画を回したんですけど、こちらはい、ナイキで試着をしてみました。ショート丈が可愛いなと思って、なんかちょっとポロシャツみたいで試着をしてみたんですけれども、ちょっとまあ悩もうと思って購入はしませんでしたで、あでもやっぱ可愛いな、欲しいって思ってサイト見たら売り切れてました。こういうことがよくある、その時に買わないとない。まあでも買わんかった、買えなかったってことは、そういう運命じゃなかった、私の手元に来る運命じゃなかったということで、はい、まあお買い物はちょろっとして、あそうや、ナイキは買わんかったけど買ったやつある、こちらです。仲間入りしたやつらです。やつら初の入浴させたいと思います。あ、逆さになってる。お風呂に浸かることが多いので、これからこいつらと一緒に、あ、曇ってきた、入浴したいと思います。ちょっと曇っちゃって、おーい、そこ向かないで、こっち向いて、全然向いてくれんし、曇るし、おーい、流れたでしょうかね。アヒルちゃんを飼いました、3匹。もう私割とお風呂に浸かるんですけど、アヒルちゃんと共にこれから入ろうと思って買いました。でもなんかうまいように浮いてくれなくて、ちょっと試行錯誤中です。はい、で岩盤浴に行って、久々に行ってロウリュ、なんか締めの割にめっちゃ長いけど大丈夫そうかまあいいか。でロウリュがね好きなの、なんか手っ取り早く汗を放出できるっていうのが好きで、久々にロウリュしてきました。でなんかそこは時間1時間に1回ロウリュしてくれるんですけど、なんかその時間帯によってアロマ、こうかけてくれる水のアロマが違くて、どれも良かったです。でなんか多分コロナマシになってきたから、いつもはこうタオルでこうやるじゃないですか、ロウリュの人って、パンパン。でも今回はなんか扇風機のファンファンくんっていうファンファンくん、そのままやんって思ったんですけど、ファンファンくんっていうのが導入されてて、もう扇風機で蒸気をこう回すみたい、もう熱くて仕方なくて、まあでも気持ちよかったです。またハマりそうなんですけれども、っていう感じのオフを過ごしました。久々にゆっくりしましたね。はい、てな感じで今回はこんな感じの動画でした。ということで皆さん次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。